100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館加須インターチェンジ店の荻原です。本日はダイハツのタントカスタムご紹介いたします。こちら今回ご紹介させていただくグレードは、カスタムの X トップエディション VSSA3 となります。で今ですね、こちらのグレードが一番タントカスタムだと出てるんですけども、X トップエディション SA3 をベースにしている特別仕様車となります。で特別仕様車になって、金額が高くなったんじゃないかと思われがちなんですけども、通常のベースのモデルよりも21,600円安くなりまして、で特別装備もついておりますのでかなりお買い得なグレードとなっております。で、本日はですねどこが特別装備になったのかご紹介させていただきます。まずですね見た目の部分なんですけれども、こちらの LED イルミネーションですね。通常のタントカスタムですと、メッキグリルになるんですけども、こちらの特別仕様車になりますと LED のホワイトですね、今ちょっと青く見えるんですけども、ポジションランプ つけていただきますとホワイトに光ります。はい。であとはですね、こちらの特別仕様車になりますと、パノラマモニターがもう標準装備でついてますので、フロントのカメラですね。であとは、サイドのカメラ、こちら左右ついております。であとはバックカメラもついて、もうこちらが標準装備になってます。であとはホイールに関してはこちらは、ベースの X のトップエディションと全く同じで変わりはないです。はい。であとバックカメラですね。であとは通常だとこちら、ベースの X ですと、パワースライドドアが片側、助手席側なんだけついてるんですけども、こちらのVS シリーズになりますと、もう両側のパワースライドドアが標準装備になってます。はい。で、あとはこちらノンターボの X になりますので、中のですね、ステアリングホイールや、あとはシフトノブですね、こちらに関してはウレタンのままですね。で、最上位グレードの、RS ターボになりますと、こちらが本側になるんですけれども、でパノラマモニターですね、ついてるお車でも、カロツリアのナビもちろん対応しておりますのでナビと連動はいたします。はい。であとは、タントカスタムですね、軽自動車の中でも、高さもありますし後ろもかなり広く取られてるんですが、これ一番後ろにシートを下げた状態ですね。こちらもですね、前後、だいたい24センチですね。こちら上げ下げの距離あります。はい。であとは、あとはシートヒーターもですね、運転席側だけ、標準装備で、こちらはですね、どのグレードでもついております。はい。で、あとはですねタントの、いろいろシートアレンジなんですけども、ここ倒していただきますとちょっと見えづらいんですけど、シートバックテーブルになります。後ろの人用に、飲み物とか置けるようになってますね。よいしょ。で一番前まで出していただきますと、後ろに座った方かなり広いですね。足すごい伸ばせます。
ゆったりしてますね。はい。で、あと後ろですね、まあ荷物とか積みたい方とかは、まあ倒される方が多いと思うんですけど、まあここレバー引っ張っていただきまして、あとこちらですね、紐サイドとこちらの紐一緒に引っ張っていただくと、こちらフラットになります。でこちらですね、下にフラットにする場合は後ろまで下げないとこちらフラットにはできないんですけど、こんな感じですね、かなり広いですね、荷物積むときは。はい。でこちらの下はパンク修理キットなんで特に荷物を積めるわけじゃないんですけど、はい。こちらのタントですね、通常のベースグレードよりも、今ちょっとご説明させていただいたんですけども、かなりお得な仕様となっております。で気になる方はホームページにも金額が載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。